なほこぞチャンネル、皆さんこんにちは。なほこちゃんの友達のおかっちです。今回の動画はなほこちゃんのキッチンの片付けをしているところを紹介します。なほこちゃんの片付け方法は、1、物をすべてどかす。2、必要なものを選ぶ。3、選んだものの配置を考えて戻す。以上の3ステップだそうです。シンプルなお片付け方法ですね。それにしてもオランダの台所広いですね。そして物がたくさんありますね。時間がかかるので4倍速でお届けしています。シンクにも物を置いてなんとかすべてどかせたようです。お掃除は踏み台を使っていますね。 IKEA で購入したようで重宝しているみたいです。棚の掃除も大変そうです。一番奥にある調理器具はパン生地などをこねる機械だそうです。重たくてどかせなくて少し動かして掃除したみたいです。何も置いていない棚とカウンターです。たくさんのものの中から選んだものを棚とカウンターに戻していきます。こちらも4倍速でお届けしています。上の棚には小麦粉、砂糖、パン粉など粉類が置かれています。下のカウンターは昨年生まれたお子さんの離乳食などお子さんのものも多く置かれています。たくさんあったものたちですが、選ばれたものだけを置くことですっきりしましたね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。